ミジシャンかわいいね。もう声でかい。そんなこと言わないでよ。ミジシャンかわいいね。もう声でかい、うざい。周りも見てるし。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ミジシャンかわいいね。もううるさい。ミジ帰るよ。そんなこと言わないでよ。だってさ、元カノはさ、こんな可愛いって言ったら喜んでくれたのにな。可愛いってもっと言って。何？可愛いってもっと言って。ニジちゃん？ねえ、ニジってさ、その、まあ、人数ってどんくらいいんの？は？何急にキモ。ニジちゃん、やっぱ男としてはさ、まあ、気になるわけよ、そういうところ。しつこいよ、お前、うざい。いいじゃん、別に減るもんじゃないんだから教えてよ。まあ、うん、数えきれないくらい。まあ、いやまあでもそうだよな。いや分かったんだけどね。だって虹可愛いからさ、周りの男ほっとかないよね、確かに、うん、どうしたの？本当はいない。どういうこと？数えるも何も本当はいないの。恋愛とか今までしたことなかったし。でもそういうの亮君からしたら重いかなって。ミジシャン、男の夢だよそれは。なんかもうみんな夏の格好してるね。ねえ、確かにみんな超薄着だよね。え、見てミジ、あれさ、見せぶらだっけ。いやー、流行ってるんだろうけど、俺にあのアファッションは分かんねえな。は？知らねえよ、聞いてくんの、うざい。え、なに、なんでミジ怒ってんの？別に怒ってないし。いや、どう見ても怒ってんじゃん。なに、俺なんか言っちゃった？なんもしてないけど、うざい。いや、よく分かんないけど、ごめんね。みんなし。何？他の女の薄着見ないでって言ってんの。二次ので十分でしょ。二次の人足りないなら言って。二次頑張ってスタイル良くなるから。二次ちゃんで十分すぎるよ。はい。はい、お疲れです。はい、バイバイ。うん、バイバイ。電話？はい、誰？あ、今のね、仕事の人の電話。仕事の人なのにタメ口で話してるの？そうそう、この人はなんか会った時からね、なんかずっとタメ口なんだよね。女の人？うん、まあ女の人ではあるけど。あれ？もしかしてニジさ、これ嫉妬してくれてんじゃないの？は？してないし。なんでニジがお前みたいな娘に嫉妬しなきゃいけないんだよ。調子乗んない。止めるよ、お前。いや、言い過ぎ言い過ぎ。まあでもそうだよね。ニジが嫉妬するわけないよね。ねえ。何？仕事頑張ってほしいけど、あんまり仕事の人と仲良くならないでね。女の人ならなおさら。ニジ、りょうくんが取られちゃうんじゃないかって心配なの。ニジちゃん、それが嫉妬だよ。ニジちゃん、ほっぺぷにぷに。触んないで、うざい。ぷにぷに。ニジちゃん、かわいいね。ニジちゃん、ほっぺぷにぷに。ほっぺぷにぷに。キモい、触んないでって。ニジちゃん、かわいいでしね。ほっぺぷに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 。触んないでって、うざい。ニジ、帰るよ。いや、そんなこと言わないよ。だって、元カノだったらな、これ喜んでくれたのにな。ほっぺぷにぷにしないの？何？ほっぺぷにぷにしないのかって聞いてんの。ニジシャン？